大切なお知らせがあります。はい、昨日までですね、僕の18年の集大成ということで、それを全てまとめた R の思考っていうのを販売してたんですけれども、昨日お問い合わせがありまして、吉谷さん、詳細届いてないんですけどっていうね届いてないんかいっていう、まあ一応ね、動画でも、まあ届いてない方はお問い合わせくださいみたいに言ってたんですけど、まあ本当にね、届いてない方いらっしゃいまして、まあお問い合わせいただいたんですけども、まあそのお問い合わせいただいた方には個別でも対応しております。詳細の方をお送りしました。で、まあ今回ね、まあ僕の18年の集大成つって、まあ正直、まあ、詳細は見てほしいですよね。正直。まあ株価はないわね、その詳細見てまたジャッジメントしていただければいいんですけど、資料ねえよみたいな話で。で、僕昔LINE アットやってたんですけども、LINE アットの場合はね、届かないってことはまずないんですよ。なんかフィルタリング機能とかないので、まあ送れば必ず届くんですよ。ただ、嫌だったらブロック、相手がブロックしたらそれは届かなくなるんだけども、ブロック相手がしなければ、まあ絶対届くんですよね。ただメルマガの場合は、まあどんなにいい配信機使っても 100% 届かせるっていうのは結構まあ難しいんですよ。で、これどうしようかなってちょっと考えたんですよ。ね、1人いるってことはまあ10人、20人いるでしょうし、もっといるかもわかんないですけども、こうどうやったら詳細届けられるかなってちょっと考えてみたんですね。あ、そうだと。あ、これやれば絶対いけるやんっていうのがこう出てきまして。で、今動画撮ってるんですけど、それが何かっていうと、まあ基本的にまあ僕の動画見ていただいてるから、まあ興味持ってもらって裏メルマガ登録していただいてるとは思うんですね。だから僕の動画見ていただいてるわけじゃないですか。見てなかったらそもそも商品も知らないし僕も知らないわけなんであれなんですけど、あ、そうだと。動画の、まあ YouTube って概要欄あるじゃないですか、説明欄に。で、そこにリンク貼っとけばええやと。まあその届かすじゃなくて、見てるんだったら下にリンクあるよって話ですね。まあ YouTuber の方とかも、まあ説明欄にとかね、商品買ったの説明欄に入れときますとか、まああるじゃないですか。まあちょっとスマホから見てるとちょっと 見づらいかもしれないですけど、まあそこをクリックすればできますよね。パソコンだったらわかりやすいと思うんですけど、あ、それやればええやんと。というところで、今回ね、はい、こちら。8、9、10です。8、9、10って何ですか？まあ世の中だとね、3連休なのかな？ 8、9、10。こちら3日間、もうちょっとメルマガではご案内しませんけれども、YouTube 上で、ご案内します。で、なんだ、その YouTube の説明欄にリンクを貼っておくっていう形でご案内します。8、9、10。この3日間ですね。はい。で、それでもう、そういうお問い合わせもリカバリーするというか、すいません。これで対応させていただくと。全体的にもね。大丈夫ですよね。届かないってことはこれでないと思うんで。はい。なんで、届いてないかったと。興味あったけど、なんか届いてねえぞ、みたいな、そもそも。っていう場合は、こちらすみません、8、9、10で、また YouTube でね、ご案内させていただいて、その YouTube の説明欄の方にリンク、またその別枠の動画でもね、それを言いますので、それでちょっと、興味あったけどお問い合わせできなかったっていう方は、そこからすみません、お問い合わせください。大丈夫ですかね。まあ本当はね、まあやりたくないというか、まあ結構ね、まあ動画見てたらわかるとは思うんですけど、もう昨日で終わりだよってすげえ言ってたんですけども、いや、詳細届いてないのはちょっと残念というか、いや、僕も気合い入れてね、今回18年の集大成ですから、やっぱ詳細ぐらいは見てほしいよねっていうところで、すいません、やらせてください。今回はね。うん。まあそれはまあなんだろうな、ぶっちゃけ言うと、その個別で対応した人だけ対応して終わりでもいいんですよ。個別で対応してますから、一応お対戦いただいた方にはね。まあそれで終わらしてもいいんだけども、お対戦いただいた人だけに、一人だけその対応してもいいんだけども、いや、一人いるってことはまあ他にもいるだろうなっていうところで、まあ多分いると思うんで、ちょっと今回はやらせてください。18年の集大成なんで。詳細は見てほしいです。詳細は。まあ、買わなくてもいいですけど、詳細ぐらい見て、それで決めていただきたいなと思います。で、まあ、すでにね、買っていただいてる方もいらっしゃって、まあ、動画でも結構言ってきましたけど、やっぱ他の教材と違うところは、やっぱトレーニングルームですよね。
トレーニングルームで、まあ、学んだことをアウトプットできる場所を用意したっていう、そこがやっぱ大きいかなと。もちろんその内容はもう間違いないですよ。いっぱいありますから。多分そのコンテンツ量もそのシークレットコンテンツもあるんですけど、そのシークレットコンテンツの動画本数で言うならば、全部絶頂も含めるならば2000本以上ですか、2800本か、まあ、ありえないぐらいあるんで、まあその絶頂、そのシークレットコンテンツもそのまあ課題をクリアするとね、その見れるようになってますんで、うん。でもその絶頂行くとね、まあ見なくてもいいんですが、その何千本も見なくてもいいんだけども、まあその僕が伝えたいメッセージというかね、まあ稼ぐために何が必要なのかと思う、すげえわかると思うし、うん。だからとりあえずね、なんか全部入ってます。なんか一応ね、商品名は思考ですけども、思考なんだけど、いろいろ全部入ってます。うん。だからもうネットビジネスでね、お金稼ぎたいっていうことだったら、まあこれを、まあ僕も塾やってますんで、塾入っていただきたいですけど、塾は高いんで、だから教材レベルではこれが、僕は今までいろいろ手掛けてきましたけど、これがまあ最高峰ですかね、レベル的には、うん、非常にいい内容になってると思います。うん。だからまあ僕としては塾入っていただきたいですけど、今塾120万ですから、結構お高いですから。うん、ただね、これ120万まで値上げ、まあ R の仕込みもね、今回ご案内の半額でこうやってたんですけども、R の仕込みも値上げしてきますよ。だいたい僕が想定してるのは30、40。まあ30ぐらいまで上げたいなっていうのは、まあそれはちょっと様子見ながら上げてきますけど、30ぐらいまでしたいなと思ってるんですよ。まあ今は安くご案内してますけどね。な感じかな、他あるか。まあ、またこれからもちょっとそのこの8、9、10で直接その YouTube 上でご案内していきますので、メールが届くとか届かないとかそういう概念ではなく、もう YouTube の説明欄に入れてますよみたいなご案内していくので、クリックすれば見れます。まあ、そんな感じです。はい。で、あとはまあすでに買ってる方はね、もうトレーニングルームやってください。うん。結構ね、もうちょくちょくこう出てきて、特に嬉しかったのが、僕は稼いでる人も買っていただいて、やっぱね、稼いでる人は本当にね、アウトプットの質が違うので、やっぱそれも見れるんですよ。同じ教材を勉強してでしょ？聞いて。勉強して。そのアウトプットの、その人の考え方、思考が垣間見れるんですよ。で、これがね、毎日投稿されてます。毎日です。毎日です。これすごくないですか？毎日。だから他の教材買ってもこういう場所はないんじゃないかなと思うんですよね。で、僕がなんでこの場所を作ったかっていうと、やっぱね、ネットビジネスは僕もそうでしたけど、やっぱね、孤独なんです。ね、この動画を見てるあなたはね、なんか何も感じないかもしれないですけど、僕ね、一人で iPhone に向かってね、わー喋ってるだけですからね。あなたはなんかあなたに語りかけられてるように、なんかこいつもなんか元気よくなんかやってるなと思うかもしれないですけど、僕は無機質な iPhone のちっちゃいこのインカミンにうわー喋ってるだけで、まあ結構孤独です。まあ僕は慣れましたけどね、さすがに慣れたんだけど、僕が18年前はね、動画とかもなかったんで、まあ PDF の教材しかなかったんですけども、やっぱね、 PDF の教材見てこうやってましたけど、これなんかね、寂しいし孤独だし、特にこれやってて稼げんのかなっていう不安ですよね。だからこう不安に勝てないというか、不安なんです、とにかく。ね、パソコンが喋ってくれるわけでもないし、その教材、まあすいません、当時は僕 PDF だったんで、今は動画で喋ってくれたらいい時代ですね、今はね。今喋ってくれたりするけど、昔 PDF ですから。情報商材イコール PDF ですから。ね、今はまあ動画コンテンツが非常に多いんで、あれなんですけど。だからね、まあすげえ孤独でしたよね。だからそこに耐えられないっていう方が結構多いと思いますので、仲間の存在、仲間が日々毎日更新して何かやってるっていうところを見れるっていうのは、なんすかね、勇気がない不安だけれども、なんかあそこで盛り上がってたら、ウィーってやりやすいじゃないですか。どうすか、一人でね、旗あげるのは勇気いるけれども、みんながやろうぜ、頑張ろうぜって言ってるんだったら、入りやすくないですか。だから一人で稼げるんだったら、もう一人で稼いでるんですよ。だここもポイントで、一人で稼げてるんだったらもう稼げるはずなんですよ。だって情報もあるしね、環境もあるし、
僕18年前からネット見てますけど、一人で稼げてるんだったらもう稼げますよ。だって情報も環境もあるんですよ、こんだけインフラ整って。一人で稼げるんだったらマジで稼げますから。てか稼いでる。じゃあそれができないんであるならば、そういうなんかそのだからまあイメージで言うならば、一人で筋トレできないんだったらみんなで筋トレしようぜみたいな話ですよね。一人でできないんだったらみんなでやろうぜっていう話です。でみんなでやって、その中で習慣化してできるようになったら旅立つ、一人で旅立ってはいいので。だ本当に僕思うんですよね。今稼げないって言ってる人が逆に、まあ歴史を見てるんで、まあでも気持ちもわかるんですよ。サポートもしてるので、逆に情報がありすぎるから何やったらいいかわからないっていうところもあるんだけども、でも情報も環境もあるからね。しかも今無料の YouTube もすげえクオリティ高いじゃないですか。だからね、昔なかったですけど、経営者のね、話とかね、いろんな話聞けるじゃないですか、成功してる人の話とか。昔なかったですから、あんなの。18年前ね。だから今は本当にもう自分から主体的にこの探していけばいくらでも情報取れるんで、まあこう堀江さんも言ってますけどね、もうスマホ見ればいくらでも情報取れるやんみたいな、ね、環境もあるし、だからまあ本当に今はね恵まれてる環境なんですよ。本当に18年前に比べるとマジで今すごいです。それであなたがこの恵まれた環境で稼げないんだったら、それはちょっと一人で難しいと思うんで、まあそういう場所に行くとか、なんかそういうジム行って やっていただく方がいいんじゃないかな。一人で筋トレしてるんだったらもう筋トレしてマッチョになってますよ。そこをね、やっぱ教材レベルで作れたっていうのは、まあ僕はすげえ良かったなと思いますし、僕自身も毎日その管理一応してるので、毎日そのフィードバックをね、まあちょっと数が多すぎるんで、全部一語一句目は通してないですけど、やっぱちょっと見てるんですよね。一応コメント、そのアウトプットのコメントは承認制なんで見てるんですけど、やっぱそれが触れられるので、僕自身も今お客さんがどういう状態なのか、どういう、レベルなのかっていうのが、見てなんですか、なんかその、わかるというか、ああ、今ここなんだな、みたいな。で、そこに対して、じゃあ今は、なんかその、無料動画とかね、そこに対してなんかコンテンツぶつけられるし、なんかもうめちゃくちゃ良かったなっていう。とりあえず僕も良かったです。お客さんの状態が知れるんで、あなたが今稼げないのはどういう状態だから稼げないのかっていうのも分かるんですよ。それ見れば僕も、あ、なるほど、こういうステージかみたいな、なるほどねみたいな、じゃあここに対してはこういうのぶつければいいなとかね。まあ、あとは今後フリーコンテンツも、まあ、昨日も結構撮りましたけど、その、トレーニングルームでね、アウトプットした人のいいアウトプットとかあればシェアしたりとかもできますので、だからそれもいろいろできるなっていうところですね。だから共有していくってことです。その稼ぐためにどういうことをすればいいのかっていうのを共有していく。逆を言うと稼げないのはこういう状況だからっていうのも共有できるし。まあとりあえず良かったです。はい、良かった。まああとはね、まあ今回そのお問い合わせいただきましたけど届いてないっていう方のために、こちら8、9、10、3日間ですけれども、YouTube 上で、まあメルマガではちょっともうご案内しません、まあメルマガが届きませんっていう話だったんでね、はい、この3日間で YouTube 上でちょっとまたなんか案内しますんで、興味があればね、また見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では終わります。ありがとうございました。